根室市は北海道東部にある市。根室振興局の振興局所在地。また、北海道本島の最東端にあたる市である。ロシア語が併記された道路標識北海道本島の最東端、統計145度21から146度11、北43度09から43度38の間で東西に7 0トル。 南北2 0トル東西に細長く、太平洋に突き出た根室半島の全域と、半島の付け根あたり、北方領土の歯舞群島を、地域都市、日本の主要都市の中で、最も北方領土に近い都市である。根室半島の太平洋沖合約3キロメートルに、ゆるり島、もゆるり島がある。おおむね低平な流気海色大地で、 山岳及び大きな河川はなく、市の中心部は、トールエナ高原の一部であるため、地形の高低があり、街路は緩やかな坂道が多く、北東に、紅煙岬が突出し、その西方海面に弁天島が横たわり、自然の港門となって、根室港を形取っている。陸地はほとんど平坦で、牧畜に適し、半島の東端のサップ岬は周辺に暗礁が多く、 あり、加えてノームが深く公海上の難所として知られ、ノサップ岬灯台が設置されており、一方、太平洋側には大小の島が点在し、南東に突出した港の入り江にはそれぞれ歯舞、花坂、落石の各港があり重要な漁港としての役割を果たし、冬期間の氷結もなく、沿岸、沖合漁業の根拠地として、根室港と表裏を成している。さらに、 内陸部の厚床、和田地区は、大部分が平坦な平原で最高背部で150メートル、丘陵に、小川が入り混じって、大きな河川はなく、わずかに、御根別川、別島下川を最大にほろにたい川の小河川があるに、過ぎない。地域の大部分が、千島火山系魔州だけに由来する、火山噴出物が堆積して形成された風石、火山制度で、土星は一般に、 データを除き火山排水土壌である。夏は涼しく真夏日日数及び夏日日数が少ない。冬は根室半島という立地上の影響から同等の中では最も温暖であるなど年格差、比較差ともに小さく、6月より10月、7月より9月の平均気温が高いように季節遅延が強く見られるなど海洋性気候の特色が強い。 春から夏にかけて海無が発生しやすく、秋から冬にかけては、晴天が続く。北海道の中では、雪は少なく、過去最新積雪も 115cm と 1m 強である。過去最高気温は、摂氏34.0度で2015年8月5日には、時点となる摂氏33.6度を観測した。一方、過去最低気温は低。 摂氏22.9度で1978年2月17日に引く摂氏22.1度を観測して以来マイナス20度以下は1度も観測されていない古くから観測が行われていて都市化の影響が少ない地点として日本の平均気温の算出地点の一つに使われている住宅団地2015年国勢調査によれば以下の集落は調査時点で 人口零人の消滅集落となっている。根室市中心部周辺の空中写真。2019年9月3日撮影の31枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。東根室駅のプラットホーム上から南西方向を撮影した画像1945年。 北海道空襲直後の根室市北海道根室市長、歴代市長個町から町長までは突起なき場合、根室、千島歴史人名辞典による、市議会海外国内第一未来信用金庫本店、主に落農。厚湯家値区に多い、主力の水産業は昭和40年代をピークに、各種の規制により半減。新しい海洋時代に対応するため、 沿岸漁業資源の増養食をはじめ、水産資源の工事加工などの各種振興策を推進。釧路信用組合は、根室市を営業エリアに含めているものの、支店は2014年4月現在でも未進出。北海道根室高等学校根室新聞新聞、通信放送局中継局根室駅市内に空港は存在しない。中市別町にある、 中標津空港が最寄りである。なお、就航する航空会社や空港ターミナルビル運営会社では、根室中標津空港の名称を用いている。廃止された、鉄道路線,路線路線バス高速道路国道道道道の、駅その他根室半島茶市跡群有国の春区二帯、登録有形文化財史跡天然記念物その他、根室市指定文化財のサップ三崎書日毛で、 ニムオロ冬の祭典、おちいし、あじまつり、みなとまつり、ことひら神社例大祭、かにまつり、さんままつりエスカロップ。ありがとうございます。